さあ攻守の方向を変わりまして、これより第2クォーターに入ります。攻守役フォースダウンライン、ここはパントによって陣地挽回を図ります。このパントは山口大学陣31ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりましてテイクオーバー山口大学に変わります。高福岡さんメッセージありがとうございます。今のところライン戦は山口大学が優勢な感がしますと。山口大学の選手の動きが良いように感じます。頑張れギャンブラーズのメッセージありがとうございます。ライン戦というのは最前列にあります、ボールを持たない主に持たない選手の5人のことを指します。この攻守の攻防が非常に重要ですが、ここは今山口大学が有利だという判断をされているようです。さあその有利な攻撃を展開する山口大学が自陣28ヤードからの攻撃、ファーストダウン10、これは攻守ラインナイスディフェンス。さあその有利な地上戦によってまずラッキャリア11番の総力に託しましたが、ここで高知大学素晴らしいディフェンス陣の動きがありました。このランプレー、ボールを持った選手が取るや否やディフェンスが殺到しまして、46番見事仕留めまして3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事ロスタックルを決めましたのは高知大学46番の堀田です。堀田と読ませていただきましょう。下館第一高校出身の1回生です。さあセカンドダウン13の状況、今度は左オープンへ展開しました。レシーバーのブロック力を生かして左オープン突破を図り、10番、約7ヤードほどゲインを果たしております。ここで託されましたのは10番の木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学サードダウン5、ナイスダウン、ファーストダウン。山口大学クォーターバック14番、ここでパスを投じようとしました。しかしこのパスを投じるときにディフェンス陣が殺到し、パスの投げるタイミングを失いませましたが、しかしクォーターバックここで緊急発進のランプレーに切り替えまして、この判断見事に構想し攻撃権更新です。山口大学ファーストダウン、素晴らしい判断しました。山口大学クォーターバック14番の中山でした。広島情報高校出身の3回生です。山口大学ファーストダウン10、さあ今度は中央へのランプレー、今度はキャリア10番に託しています。託されました10番、そのまま密集点突破を図りまして、約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。果敢なランを敢行しましたのはランニング枠の4番、ランニング枠の10番の木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン4、これは高知大がナイスディフェンス。今度は外へ振りました。横に展開したレシーバーにヒッチパス投じ、そこからキャッチアンドランを図るというところでしたが、これは高知大学ディフェンス陣22番見事に対応しまして、このプレーをロスに変えております。今度は高知大学22番が見せました。素晴らしいプレーでした。番号の方すみません、こちらの方の登録にあります番号では確認できておりませんので、後ほどそちらの方を確認できましたらご案内させていただこうと思います。さあサードダウン6、成功、ナイスパスカット。ここは素晴らしいディフェンスを高知大が見せました。山口大学これをパスによって突破図らんというところでしたが、ここで高知大学がキャッチするにはタックルしまして、このキャッチそのものを破壊しましてプレーを終了させております。
見事そのディフェンスを見せましたのは高知大学31番の山崎でした。高知学芸高校出身、高知学芸高校出身の3回生です。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトは取られております。さあレフリータイムアウトを取りまして、これより試合再開となります。山口大学フォースダウン6パントフォーメーションを取ります。ナイスパン。ここでパンターのラン右サイドラインに蹴り出しました。リターンできない絶妙の対空時間を利用しまして高知大学陣20ヤード付近で外に出まして、この位置での攻守交代となります。ここは山口大学のパンター7番の山根が見せました。福岡高校出身の2回生です。高校時代はラグビーの経験者でした。さあしかし攻撃権は高知大に変わりました。高知大学自陣20ヤードからファーストダウンテン。ここでドロープレーに来ました。パスに見せかけたランプレー、ドロープレー、相手の意表をつくようにキャリア6番が中央を切り込みまして約6ヤードの原因としています。まず最初に託されましたランを決めましたのはランニングバック6番の酒井でした。島原高校出身の2回生、まず最初の大役を果たしております。高知高校、高知大学セカンドダウン4。今度は山口大ディフェンスが踏ん張ります。今度は外へ振りました。ランニングバック6番にトスをしまして右オープンへのランを展開し、スピードによって相手を仕留めるというところでしたが、これをしかし山口大学ディフェンス陣が殺到、最終44番が仕留め、このランを阻止しております。44番は山本です。山口高校出身の2回生がここでプレーを決めております。さあ高知大学サードダウン6。ここでトラブル発生。スナップを受けようとクォーターバック18番、勇みましてそのまま進み出るさんにボールを確保しきれずファンブルしました。なんとかそれをフォローしましてボールは抑えておりますが、しかし大きく後退しましてフォースダウンに変わります。高知大学フォースダウン16パントフォーメーションを取ります。山口大学このパントはカバーが良いと判断しまして、あえてリターンを避けましてそのままスルーしました。結果的に攻撃権は山口大学陣43ヤード付近で変わりまして、テイクオーバー山口大学の攻撃に変わります。パントはその対空時間、そしてその落とす位置によっても非常に成否が分かれます。これらを鑑みまして、パントは非常に重要な要素になっております。さあ山口大学自陣43ヤードからの攻撃、ファーストダウンテン。
ス不成功。クォーターバック14番ここで奥に走り込んだレシーバー44番にパス、しかしわずかにオーバーソー、パス不成功となりましてセカンダウンに変わります。山口大学セカンダウンテン、ボールオンは変わらず地点43ヤード。密集点へのランプレー、しかしこれは高知大学がいいプレーを見せました。今度は地上戦による突破を図るという形を選択しましたが、ここは高知大学4番と64番殺到しましてこのランを阻止しております。ここでウォーターブレイクに入ります。対応しましたのは高知大学4番の原田、岡山総山高校出身の2回生、そして64番の大村でした。姫路東高校出身の2回生です。さあウォーターブレイク解けましてサーダウンに攻撃変わります。山口大学サーダウン8、これはトラブル発生。クォーターバックに投げましたスノッパーをスナップをクォーターバック後逸しました。大きく逸れましたボールなんとかカバーしてプレーを継続しようとしましたが、そこに高知大学見事に対応しまして大きくロスを奪いフォースダウンに変わります。見事にこれを仕留めましたのは46番の堀田でした。下館第一高校出身1回生見事な塩、プレーを決めています。さらにミスがあった。これは大きなプレーとなりました。再びスナップ乱れました。大きくパンターの後方にボールはそれました。なんとかこれを7番リカバー先頭ランに切り替えましたが、しかしあまりにも後方、結果的には自陣10ヤードを超えた地点で外へ出まして、この位置の攻守交代となります。高知大学相手陣にかなり深く入ったところからの攻撃に変わります。このセンターのスナップというのは最初のワンプレープレーの起点になりますため、この成否全てのプレーに直結します。ここでの大きなミスが山口大にありました。さあ高知大なんとかこれを生かしたい。ボールオン相手陣13ヤードからのファーストアンテン、さあキープリッター。クォーターバック18番パスを投じんと構えて、しかしラッシュ来る中左オープンにスカンブ、スピードによりまして約3ヤードゲインに変えております。まず最初のプレー潰れましたが、しかし見事ゲインに変えました。高知大学クォーターバック18番は井上、高知大手前高校出身の3回生です。さあ高知大学セカンダウン7、パス成功、ナイスパスカット。ここでタッチダウンでのパスを閉じました。レシーバーとディフェンスの1対1、ここはディフェンスが見事にパスカットし防いでいます。ディフェンスの勝利しましてサーダウンに変わります。カットしましたのは山口大学、
山口大学31番のプレーだった模様です。さあサーダンセルの状況、校舎役密集といった前進しました。しかし攻撃エンドゾーンには届いておりません。フォースダウンに変わります。さあ残り2ヤードの状況に変わった模様です。しかし攻撃権は4回目のフォースダウン。高知大学はここでどのようなチョイスをするかですが、ここでホイッスルが吹かれています。高知大学ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。作戦タイムを取ります。さあここで大きな変革のタイミングが来ているかもしれません。山口大学攻撃シリーズで大きなミスが続きました。厳しい状況にありまして、逆に高知は有利な状況をなんとか生かさんと現在攻撃に回っておりますが、その攻撃権は残り1回となっております。ここで2ヤードの突破を図るためのプレーを行使するのか、あるいはここで得点を狙うフィードゴールを狙うのか、さまざまな選択肢ありますが、ここでタイムアウトを取りました。チャット内のメッセージありがとうございます。清様、レッツゴーギャンブラーズ、レッツゴーのメッセージありがとうございます。浜崎様、高知大学頑張れ、こちらも高知大学、マリコズのメールメッセージありがとうございます。さあこの声援に応えることができるのは果たしてどちらのチームか。高知大学フォースダウン2、ボールオンを相手陣5ヤード、フォーメーションを組んだフォースダウンギャンブル、プレーを敢行します。不成功。ここでパスによるタッチダウンになりました。一気にエンドゾーン落とし連投、中央走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、これを山口に見事にパスカットし、パス不成功。4回目の攻撃失敗となるので、ここで攻守交代、テイクオーバー。攻撃権は山口大学に変わります。なんとかこの状況をしのぎました山口大。しかしボールオンは自陣5ヤードからの攻撃になります。山口大学ファーストダウン10。さあまず中央いた、キャリア10番ハンドオフを託されまして密集点に突入。オフェンスラインも見事なブロックを披露しまして、見事そのホールをつきましたランニングバック10番、約6ヤードのゲインとなっています。ここはランニングバック最も信頼があります10番の木下に託しました。アメリカンフットボール経験者である府立池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン4、さあ今度は左オフタックルのランプレー、そこからカットイン、ランニングバック10番見事に攻撃権更新です。山口大学ファーストダウン。ここは非常に計算されたランプレーを展開しているといったところでしょう。外へ流れるように見せかけ、縦に切り上がりまして攻撃権更新としています。見事に10番の、木下のランが光っております。攻撃権はリセットされ1回目に戻ります。山口大学ファーストダウン10、ボールオン自陣16ヤード、ここでホイッスル。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズンよりアメリカカレッジ NCAA、 そして国内で行われておりますアメリカンフットボールのルールに大きな変革がありました。これまでプロでしか採用されなかった前半後半終了2分前でのタイムアウト、レフリータイムアウト2ミニッツウォーニングが採用となっております。アメリカンフットボールは得点を奪い合う競技ですが、同時に試合終了間際、その状況によりましては時間を奪う戦いが始まります。残り2分間どのようにしてこの時間を行使するか注目の状況に変わります。ここよりアメリカンフットボールのもう一つの世界が開きます。
さあこの残り2分間の攻防、果たしてどのように山口大、そして高知大学行使してくるでしょう。山口大学ボールオン自陣16ヤードからのファーストダウンって、さあ中央へのランプレーをいった、ランニー枠の14番が中央密集点に突入しました。非常に早いタイミングのランプレーで約6ヤードの原因としています。キャリアは14番で入っております中山です。これによりまして、プレーは約4ヤード前進しておりまして、そしてフィールドの中で倒れたため時計は回り続けます。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続ける、そして外へ出る、あるいはマイパス失敗ですと時計が止まります。この部分にもご注目ください。山口大学セカンドダウン6、これは高知大学ナイスディフェンス。ここでオプションプレーを展開しました。ダイブをフェイクし、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーを行使しようとしましたが、それを行う前にディフェンスが殺到しました。52番がタックルしまして、このランプレーを阻止しております。見事に対応しましたのは高知大学52番の高橋でした。高知小津高校出身の1回生です。高知大学1回生奮闘しています。さあこの判定どうなる。攻守交代になりました。ターンオーバー。ここで高知山口大学左オープンを掴んという形でスピードに乗ったスイッププレーを展開しようとしました。この時にしかしタックルでありまして、ランニングバックがボールをファンブル、これを抑えました。高知大学に攻撃権移っております。攻守変わりまして、高知大学に攻撃権変わります。さあ残り20秒という状況で高知大学が攻撃を得ました。しかも相手陣10ヤードの絶好の位置です。ここからの4回の攻撃でタッチダウンを奪うことができるか注目です。高知大学ファーストダウン2ゴール。ここでクォーターバックはパスを投じんと下がりました。その一瞬の隙をつきまして、山口大44番キュービーサク、パスを投じる前にしておりまして、このプレー大きなロスに変えております。ここでたまらず高知大学が前半2回目のタイムアウトを取りました。見事キュービーサックを渡しましたのは山口大学44番の山本でした。山口高校出身の2回生です。恥ずかしながら先ほどのスロー V 撮影をし、できておりませんでしたので、もし YouTube をご覧いただいている方はスクロールバーで遡って先ほどのプレーご堪能いただければ幸いに思います。さあここが絶好機とパスを挑まんとした高知大学の攻撃を山口大学が見事にまず阻止しております。しかしまだ現在高知大学攻撃継続となっています。ボールオンは相手陣21ヤードとなっていますが、セカンドアンド2ゴール、まだ3回の攻撃権があります。さあ残り14秒、どのようなプレーを行使するでしょう。高知大セカンドアンド2ゴール。通ってる、失礼しました、インターセプトです。インターセプト、ターンオーバーです。レシーバーがキャッチしたと誤認しましたが、先ほどのプレーは山口大学がパスを奪いましてインターセプト、攻撃権奪取となっております。見事攻撃取り返しました山口大学、再び山口大学の攻撃に変わります。さあ山口大学ファーストダウン10の状況。
2ダウン時計を回します。膝をつきましてすぐ終わる形でランプレー、時計を消費する形に切り替えました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終えまして山口大学ギャンブラーズ10点、高知大学マリコーズ0点、山口大学が10点リードする形で前半戦終了です。